はい、皆さんこんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、徹底解説ゆうちょぺいのアプリをインストールから登録までということで、本日からリリースされたゆうちょぺいのアプリを早速入れてみたので解説していきたいと思います。はい、それでは早速進めていきたいと思うんですけども、まあ、今回僕は今 iPhone XS を使っているので、 App Store から早速インストールをするんですけども、まあ、Android と少し画面遷移が変わるかもしれないんですが、まあ、根本は同じだと思うので、参考にしていただければなと思います。それでは早速まずアプリのインストールからスタートして、インストールをすると、まあ、右の画面に変わります。そうするとここのご利用を始めるというところをタップしていただいて、ゆうちょぺいのログインの画面に切り替わります。でその時にアカウントを持ってないので、まずアカウント登録から始めていきます。でアカウント登録を押して、まあ、右のメールアドレスなどを入力して、次にお名前など個人情報などを入力して、その後にゆうちょぺいを使うためにはゆうちょ銀行が必要なので、まあ、この口座設定に進むという、まあ、画面が切り替わるので、その時に自分のゆうちょ口座と紐付けを行います。うまくもう紐付けが行ったら、まあ、お支払いの画面っていう、これがトップ画面になるので、まあ、かなり登録は早いなっていう、まあ、入力の手間はちょっとあるんですけども、これが終われば登録は簡単に終わるので、まあ、そこはご安心していただければなと思います。でまずこの印象としたら、このいきなりこのトップ画面が出てくるんですけども、このコードを表示するために取引の暗証番号を入力してくださいっていう、毎回このパスコードを求められるので、まあ、これがちょっと毎回求められるとなると、ちょっとなんかこう手間だなっていう印象を持ちました。であとこのゆうちょぺいでいうと、このキャッシュアウトっていうのは今回すごい、まあ、特徴的という機能ですね。まあ、唯一QR コード決済の中ではこのキャッシュアウトを入れてるのは、まあ、ゆうちょぺいが最初なのではないのかなと思いまして、まあ、以前動画でも紹介はしたんですけども、まあ、簡単に言うと駅の券売機とかでこちらのコードを発行というところをしたら QR コードが表示されるんですよね。でそれで引き出したい金額を入力したら、駅の券売機からお金を引き出すことができるっていう、まあ、これはまあ日本でも結構ゆうちょぺいが早い段階の取り組みなのではないのかなと思うので、まあ、災害時とかでもかなり役に立つというふうには言われております。でまあインストールした僕の印象なんですけども、まあ本当に支払いだけに特化してるので、まあ年配の方とかでも、まあシンプルで使いやすそうという印象は持ちましたね。でまあただまあ、ここからちょっとしたデメリットの話になるんですけども、まあ、やっぱりその支払いだけに特化してるため、なんかやっぱ楽しさに欠けるというか、なんかこうやっぱり後発組となると、やっぱ比較されるのはもう当たり前なんですよね。やっぱり LINE Pay とか、あとは PayPay とか、そういったところであればキャンペーンとかかなり大きめに、まあ、広告打ち出したりして、まあ、かなり力を入れてるんですけども、やっぱゆうちょぺいとなるとワクワク感に欠けるというか、なんかもうちょっとこう楽しそうなのが欲しいなっていう。先ほどもちょっとお伝えしたんですけども、コードを表示させるために毎回そのパスコード、パスワードが求められるということで、一応設定変更できるかなと思ったんですよ。その設定解除できるかどうか。まあ、よく見たら、僕は iPhone XS なので Face ID という顔認証機能があるんですよ。これが設定できるので、まあ、入力の手間は省けるんですが、iPhone X より前のものであれば Face ID がないので、まあ、多分タッチ ID とかになるんかなわかんないですけども、まあ、そうなってくると毎回入力する手間が多いってなったら、まあ、ちょっと毎回入れるのは面倒だし、なんか周りから見られるのも嫌だなっていう、まあ、印象を持ちました。であとはゆうちょ銀行と紐付けしたのであれば、まあ、ゆうちょペイの中で、まあ、ゆうちょの残高とか見れるようにしたら助かるなっていう印象を持ちましたね。あともう一つは、今回、今こんなキャンペーンやってるんですよ、ゆうちょぺいが。まあ、その500円もらえるというインストールして。で、これが、まあ、いつ反映されたりとか、まあ、あとはどこでその残高が見ることができるのかなっていうのが、まあ、もう直接そのゆうちょぺいに入るのか、まだ多分どっかに書いてるとは思うんですけども、僕もちょっと爆速レビューということで、あまりまだ詳細は見てなかったんですけども、まあ、そんな感じでまだまだこう出始めたものっていうのは、まだ機能っていうのはまだ備わってないっていうのは、まあ、よくあることなので、まあ、これからのアップデートデートにも期待はしたいなとは思います。はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。今回ゆうちょぺいについてお話をさせていただきました。ということでこのチャンネルがいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとはツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。